浄土宗のお寺松寿院は浦和西高校の隣、見沼を望む斜面林に接し鎮座しています。小田原北条氏の家人で、この辺りの守護職でもあった細谷三河の神が開いたとされ、大永元年正月24日に造立されたとの記録が残っています。徳川家光の時代以降、歴代江戸幕府より寺領14国の御朱印状を受けていたようです。いぶし銀のいらかを広げた本堂には、西方極楽浄土の教え主とされる阿弥陀如来が左右に菩薩像を従え、本尊として安置されています。厳かな境内に立つと、近年再興された金付き堂と六地蔵が参詣の人々を温かく迎えています。